いや、レートゲームおもろいなぁ。グリッチを使って8試合ビクロイ取ってるやつがいる？マジ？フォートナイトニュースです。今回、レイトゲーム、ソロがフォートナイトで、開催されたと思いますが、まさかの8試合か9試合全ビクロイしてる選手がいるらしいです。いやー、これはとてもひどい状況ですね。このプレイヤーなんですけど、上から落ちてくるときに回線を抜いて、その回線を抜いた状態でポイントを不正受給するという最悪な手法を使って、なんでこれ動きが止まってるかというと、これは今回線を抜いてます。1試合目だけ失敗してます。残りの試合は全部成功させて、順位ポイント1位のビクトリーロイヤルポイントだけ不正に受給しています。これはひどい。豚の角煮さんが被害に遭ってます。敵いない、なんでこれ、なんで勝てないの、意味わかんない、敵どこ、はだるですね。これはこの試合もしっかりといます。とその人視点で見れないのだから、もうこの島自体に体がないのよ。体がないんだけど、回線抜いてマッチには入ってるってことにしてるんじゃないのかな。体がないから無敵じゃん。で順位ポイントだけ入るみたいな感じじゃない。はい、ということで見てください、全部1位です。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,8試合全部1位ビクトリーロイヤルポイント、1キルもせずにビクトリーロイヤルポイントだけで、20位に入ってね、予選突破ということでおめでとうございます。まあみんな通報してや、わかんない、グリッチ使ってるかバグかわかんないけど、これはダメでしょ。こういうことがあるのでね、以上フォートナイトニュースでした。こういうことが、まあ、多分グリッチ使ってるかどうかわかんないけど、まあこれは運営に早めに対処してもらいたいと思います。終わりたいと思います。それじゃまたな。